はい、こんにちは、スレトルトと申します。いつもよりね、声が低くて鼻声だと思いますが、そこら辺はご容赦ください。ということで、タイトルにある通りね、 PCR 検査を受けたんですよね。いや、今度ばかりはね、もうかかったんじゃないかなと思ったんですけども、まあ皆さん、今世の中的にはコロナがものすごく増えてますね。オミクロンっていうね、まあものすごく重症化するリスクっていうのはかなり低いっぽいんだけど、ワクチンも2回俺モデルナで打ってますので、まあ、重症化するリスクはすごい低いんで、まあそこまでなんて言うんだろうな、超怖いとは思ってはいないんだけど、まあなりたくないものはなりたくないじゃないですか。で、今このね、声の感じと鼻が詰まってる感じ、まあ、いつも鼻詰まってるよ、あんま変わんないよっていうのは一回置いといてね、の感じでわかると思うんですが、まあ、ちょっと体調を崩してしまいまして、まあ、最近投稿している動画はね、まあ、タメ撮りとかのものを使っているんですけども、まあ、タメ撮りのね、大事さを、すごく認識したって、再認識したって感じなんだけど、まあ、なんでこうなったかっていうとですね、加湿器を変えたところから良くなかったというか、加湿器変えたこと自体は良かったんですけど、私も出ました仰天ニュースで俺毎週仰天ニュースね、お風呂テレビに録画して見てるんだけど、でお風呂でね、あー怖ーって思いながら見てるんですけど、この前なんかね、加湿器肺炎っていうものを仰天ニュースで取り上げてて、加湿器やっぱカビやすいんですよ、水を入れるんで。でカビやすくて、加湿器がカビを吸っちゃって、それを加湿器でこうなんかね、カビをこう出しちゃって、それでまあ肺炎になってしまったっていうね、芸人さんの話をやってて、まあ加湿器の、まあ、掃除ってなかなかめんどくさいじゃないですか。まあやらない、基本的にはやるのめんどくさいし、でまあその喉壊さないように体調に気をつけるためにつけてる加湿器によって、まあ、掃除しないことによってね、加湿器が加湿器肺炎というものになってしまう、怖みたいな感じで思って、まあ、それ良くないなと思って、普通の加湿器じゃなくて、今まで使ってた加湿器から象印 の, ポット型の加湿器に変えたんですよ。でポット型の加湿器ってお湯を沸かすことによって、その蒸気で加湿するっていうものなので、お湯を沸かすのでカビになりにくいんだよね、ものすごく。まあ、てかほぼカビにはならないんですよね。まあ、そこが清潔感的なのがそのポット型加湿器の売りでして、そちらに変えたんですよね最近。ああこれで安心だと。で俺寝るときめっちゃ口開けるっぽいんで、まあ喉壊しやすいんだけど、まあそのためにね加湿器を、つけてるんだけど、まあ、その象印の加湿器をつけて寝てたんだけど、まあ、ちょっと、まあ、最近乾燥してるじゃないですか。で、ちょっと小さかったっぽいというか、今まで使ってた加湿器 に比べて、ちょっと容量が少なかったっぽくて、まあ例えば12時ぐらいにから加湿してるんだけど、朝、まあ言えば朝起きた時に、俺が起きた時にはもう加湿器が水が空っぽになって、加湿が、湿度が 35% とかなってて、起きたちょっと喉なんか悪いな、もう加湿器が切れて、もう湿度 35% なってるわ、やっちゃったみたいな。俺 50% を常に保ってる状態で寝ないと喉壊しちゃうんですけども、あー良くないなーとか思いながら、まあその次の日ぐらいにちょっと体調悪いなみたいな、鼻水出るなみたいな、で喉も痛いなと思いながら、過ごしていたら、その日の夜に38度6分ぐらい、久々ですね、予防接種受けた時、モデルナの予防接種受けた時以来だったんで、もう半年ぶりぐらいに熱が出まして、うわやっばみたいな。で今のご時世じゃないですか、いや多分扁桃炎になりやすいので、多分扁桃炎だと思うけど、いや怖えなと。で外行ったりとかもね、まあめったにしないんですけども、まあ、一応受けた方がいいのか PCR 検査みたいな、いやどうなんだろうみたいな。でちょっと映画館行ったりとか、まあ、もちろんマスクとかしてますけど、まあ、映画見に行ったりとか、
あとチョコレートね、あの毎年大好きなんで、あの買いたいチョコがあって、あのサロンディショコラっていうところに行ったりとかもしたんですよ。あのクレカをね、あの登録して、あのそのクレカの日だけ行ける日みたいなのをね、わざわざ取って行ったりとか、まあ、ちょっと人がいる場所に行ったりもしたんで、いやちょっと、いやどうだ、大丈夫、さすがに大丈夫だよなみたいな。普通の人に比べて、もちろんね、ゲーム実況家に引きこもってやってますし、外でご飯食べたりも一切してないんで、まあ普通の人に比べたら、100人いたらまあ80位ぐらいかな。感染リスクは相当低いと思ってるんだけど、まあでもコロナになるの運みたいなとこもやっぱあっちゃうんで、まあ一応受けようかなと思って、訪問ドクターみたいなのに頼んでね、あの PCR のキット持ってきてもらって、まあ病院行ったらね、逆にかかっちゃいそうな気もしたんで、まあそういうこともあると思うんで、で、そこでまあ、来ていただいて、PCR 検査を受けて、先ほどね、あのショートメッセージで、連絡が来たんですけども、陰性でした。よかったよかったです。まあね、陰性だったんで、まあ、よかったんですけども、まあまあ大丈夫だなとは思ってたんですけどね、陰性だったんですけど、まあ、まあ、それもあれなんですけど、まあ、ストックがどんどん減ってきてまして、実況を撮る、まあ、喉の調子とか鼻の調子ではないんですけども、まあ、このラジオでね、一動画というか、まあ、毎週1回は休んでるんで、週に休むのは一応避けたいっていうかね、あの特別な時だけって思ってるんで、まあ熱出てて特別な時じゃないんかいって話ではあるんですけども、まあ、極力ね休みたくないので、まあこうやってね、ラジオぐらいなら撮れるんでね、撮れる体調にはもう熱はないんで、撮れる体調にはなったので、撮ってるってことなんですけども、いやー怖いね本当に。なんだろう、もしかしたらって思っちゃったね。ワンチャンあんじゃねみたいな感じで思ってしまいましたね。いやなんかもうちょっとでピーク過ぎて、こっから減っていくっていうのはね、なんかね、あの AI とかで、あの判定してるらしくて、まあ、もうちょっとでこのコロナすっげえ人めっちゃかかってるみたいなね、毎日2万人みたいなのはなくなるらしいんだけど、いやその中の一人に入っちゃうんじゃないかなって思ったけど、まあ大丈夫でした。よかったよかったよかった。てかね、あの悩んだのはね、いつもあの動画投稿ツイートした後の、ツイートの最後にね、今日のあったこととか、まあなんかなんとなくのことを書くんだけど、日常のこと、これか喉体調崩したってこれ書くべきなのかなみたいなことを思いながら、一応書かずにツイートしてたんだけど、なんかコロナかかったらなんだろう、言うべきなのか言わないべきなのか結構悩みましたね。なんかいろんな人と関わりがある人とかは、まあ言わざるを得ないというか、言った方が良かったりとかもする。また芸能人とかね、みんな言ってるじゃないですか。その後のお仕事に支障が出たりとかあるじゃないですか。俺ってまあため撮りもありますし、別に家で一人で実況撮ってるだけなので、まあ別にそんなに問題はないので、いちいち言う必要ってなんとなくあんのかな、どうなんだろう、俺言うべきなのかなみたいな、結構悩んで、まあもちろん陰性だったんで、今回は言って、まあ最終的には言いましたけど、どうなんだろうと思いながら、結構ね、どうなんでしょうね。結構多分言ってない人もいると思うんですよね、活動者の方で、まあかかったけど別に言わなくてもいいかみたいな、別に自分の活動に問題がなければとかね、周りにその濃厚接触とかあった人とかには言うのは当たり前としてね、単純に活動者として、そのみんなに発信するのがどっちがいいんだろうみたいな、別に言う必要なければ言う必要ないとは思うんですよ。俺も別に実況に関係のないことはもう極力言わないように、言わないというか言わない方針で、もう10年以上前からね、実況始めたちょっとぐらいからもう決めた方針で考えてるんで、実況関係ないこと以外はあんまりね、自分のこと発信しないようにしようみたいなね、ある程度なんかミステリアスな方がなんか実況者面白いと思うんで、てかそういう風にね、俺が昔見てた実況者さんが言ってて、あ、それも確かに思うなっていうのを、まあ、そのなんか方針だけはちょっと頭の中にずっと残ってるので、まあ、そういうのあるんですけども、今回言うべきか言わないべきかちょっと悩みましたね。
まあもしかしてコロナかも、 PCR 検査受けたみたいなことを先に言っちゃったら、もうそれはあれじゃないですか、みんなどう大丈夫ですかとか言っていただけると思うし、どうでしたかってなると思うんですけども、だからまあちょっと一応受けるまでは言わなかったんだけど、まあ陰性だったんでね、まあ良かったって感じですけども、どうなんだろうね、言うべきなのか言わないべきなのか、まあ地味に結構今回は、悩んだんですけども、まあ陰性だったから別にいいやって感じなんですけどね。はい、もう毎回なんか、まあ酒フレークもそうだし、花粉症もそうだし、扁桃炎もそうですし、もう体調崩したら毎回ねラジオでごまかしてるんですよ俺。もう毎回なんか体調崩したらもう絶対ラジオ撮るようにします俺。体調を崩すの、まあ多分年に2回ぐらいしか今後はないと思うんですけど、体調崩したら絶対ラジオ撮ります、それだけは俺伝えます。で、他のことは何も伝えないつもりではあるけど、基本的にはね、伝えないんですけども、もう体調崩したっていう俺の、なんだろう、体のことだけは伝えるわ、みんなに。ね、もう全部伝えます。それだけはちょっと伝えていこうかなと。それでラジオ撮ります。じゃないとね、ストックが足りなくなってくるんでね。まあ、ということで、まあ、陰性だったのに良かったです。まあ、皆さんも気をつけてください。まあ、単純にね、コロナとか関係なしにね、体調気使った方が絶対いいと思いますんで、はい。俺はもうね、寝るときに加湿器つけるってめちゃくちゃ重要だと思いますんで、皆さん加湿器はね、買った方がいい。俺、喉ルールマスクっていうマスクをつけて、加湿器つけて寝たのに喉壊したんで、もう確実、まあ普段から喉使ってるっていうのもありますけど、まあ、確実にね喉から絶対ね風邪とか来ると思うんで、皆さんも絶対加湿器とかは使った方がいいです、いいと思います。ちょっともう5年ぐらい前は喉最強男だったはずなんだけどね、何があっても喉壊さねえ風邪ひかねえっていう感じだったのに、いきなりこういうね状態になっちゃったんで、めちゃくちゃ気を使うようになったんですけど、皆さんもね加湿器は絶対あった方がいいと思います。まあ、一応ストックとかね複数とかは、ちょっとありますので、まあお休みはせずになんとか、まあこれがね治らなかったらやばいんですけど、まあ多分治ると思いますので、治ってきてはいると思いますので、はい、まあなんとかね、ごまかしごまかし投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで PCR 検査なんとかなったよっていうことだけは、お伝えしておきました。皆さんも気をつけてください。いつ日常が戻るんだろうね。まあ多分来年、今年の夏になんかもう終わんじゃねえかなって勝手に思ってるんですけどね。もう3回目のあれだよな、ワクチンの接種のやつとかも俺来たんですけども、モデルナモデルナって来ててね、次モデルナって俺が受けれるのモデルナなんだけど、なもうモデルナなんかめっちゃきついからさ、俺前回めちゃくちゃきつかったんだよ、副反応が。なのでファイザーがいいなと思ってたらモデルナって来て、どうしようかなって感じなんですけどね。はい、まあ何の話やねって話なんだけど、はい、皆さんも体気をつけてください。なんとか、動画投稿、まあ、こういったラジオとかでもねごまかしつつ続けていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。